3月は握手をして。市倉博士。一番短い月、2月は3月に言いました。さようなら、握手をしましょう。ようやく芽吹いたつぼみたちをどうぞよろしく。雪解けのせせらぎを作る日差しをどうぞ今年も。明るい春を待ちわびた受験生たちをどうぞあなたの温かい笑顔で迎えてあげてください。一番短い月、2月はそう言って、3月と柔らかな握手をしたのです。3月は別れの月。握手をしましょう。さようならの握手を。街路樹の枝を揺らして、電線をすすり泣かせて、まだ冷たさの残る風は吹きすぎてゆきます。さようなら、石油ストーブと夜間の湯気、曇った窓ガラスに指で描いた絵。さようなら、襟を立てたコート、ポケットに入れた手。さようなら、もうさようならの季節だから。それなのにこたつの中にいる猫は出てこない。そろそろさようならをしないとね、こたつにも。おばあちゃんは肉球を優しく包んで言い聞かせます。なのにこたつの中の猫はさっと手を引っ込める。さようなら、名残惜しいけれど。さようなら、もう春だから。さようなら、6年生の教室、ランドセル。机にも椅子にも図書室にもプールにも、さようなら。逆上がりのつらかった鉄棒、楽しみだった給食のハンバーグ。さようなら、大好きだった先生ともお別れの握手。涙で濡れた小さなその手をズボンで拭いて。さようなら、住み慣れた町。引っ越しのトラックが到着すると、部屋は手際よく空っぽになり、何年も住んだアパートに置き忘れたものは何もありません。だけど壁紙のシミ、床の傷跡、過ぎた日々。さようなら、ここに何度も遊びに来て、そして去った彼女。引っ越しする若者はその部屋のドアノブと最後の握手をします。さようなら、過ぎてゆく日々。立ち止まることのできない時の歩み。3月と握手した2月の手はとても冷たかった。2月に比べれば3月の手は確かに暖かいのだけれど、やがて華やいだ4月がやってくる。さようなら、
後をよろしくとまた握手をして、その時3月はかすかに自分の手の冷たさを知るのかもしれません。さようなら、春をよろしく。